たぞ、マリノーだ。天気が変わっていく。おやおや、銀のフクロウのヘンリー、夜明けの騎士、それに周辺諸国の皆様まで、まあお揃いで。一人で現れたということは、夜明けの騎士との決闘に応じるということだな。決闘？決闘だと？私がなぜ貴様らが勝手に決めたルールに従ってやらねばならぬ。勝手に我らの土地に上がり込み、森や川を荒らし、その上さらに城とプリンセスグローまで差し出せと思い上がるのも大概にしておけよ。人間、欲深い貴様ら、このマレノアが裁きの雷を下してやろう。私に歯向かったことを後悔しながら無様に地をのた打ち回るがよい。せっかく恩情をかけてやったのに、やはり話が通じる相手ではなかったか。思った通り、怒りに任せて先に手を出してきたな。感触持ちの邪悪な魔女めが、いかにドラゴンといえど、これだけの大軍に勝ち目はあるまい。さらにこちらには夜明けの騎士もいる。さあ行け、夜明けの騎士よ。あれに見える悪の支配者を打ち倒し、我らに平和をもたらすのだ。守護妖精よ、我に力を。滅ぼしてやるぞ、ここに集まった愚か者ども、一人残らずだ。